ご覧いただきます。女子の解説は日本体操協会競技委員会女子強化部長の赤羽彩子さんです。赤羽さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最大10点満点になる要素なんですね。はい、まず勝ち部分についてです。はい、簡単な方から A 難度、B 難度、C 難度、D 難度、これは要素と書いてありますけど、同じように捉えてください。はい、でそれが最低これだけ入ってなくてはいけないというものが今示されています。今度は加点ですね。はい、要求されている難度の他に余分な D 要素に対して 0.1、 余分な E 要素に対して 0.2、 そしてそれらが組み合わされたものが 0.1 から 0.2 の加点がされて最大 1.0 となります。はい、これは点数がプラスされる方です。はい、そして特別要求です。これは跳馬を除く3種目それぞれ7つ特別な要求があります。はい、これはそれの特別な要求というのは種目の特有なもの、それを最低入れなくてはいけないという要求です。7つもあるに。では男子年平行棒に出場する選手です。ご覧の8人の選手が出場します。赤羽さんの注目の選手は、はい、ロシアのブキナ選手、はい、ウクライナのテスレンコ、そしてアメリカのアントリン選手ですね。はい、演技の順番はアントリン、テスレンコ、ホルキナの順になっています。注目して見てみましょう。では演技をご覧いただきます。ロシアの18歳プロドノワです。最初から D 難度の技で入りました。この選手の持ち味はやはりダイナミックな振動と、それからこのように大きな飛び技ですね。はい、今ちょっとあの下側に映るところで足の乱れがありました。少しあの演技の後始末がこの選手は課題だと思いますね。はい、もうちょっと丁寧にということでしょうか。着地、はい、もちょっと動いてしまいましたね。はい、ロシアのエレナ・プロドノワでした。さあ、もう次の選手が準備をしています。霧吹きをかけてるんですね。はい、あの今素手でやる選手が非常に多いので、滑らないように、あるいは少し自分の、まあ、湿り具合がいいところに水をつけてるんですね。画面は先ほど演技を行ったプロドノワのスロー再生です。得点が出ました。 9.150 でした。続いてハンガリーのアドリエヌ・バルガです。18歳。この選手も非常に長身なので、その大きさを生かした演技が見どころだと思います。はい、162センチです。次に D 難度の組み合わせが多分見られると思います。ここですね、車輪の1回半から大きなイエーガー、こういうところで 0.2 の加点がつきます。はい、次は前方の車輪でちょっと前後に開脚をして、ちょっと面白いさばきをしましたね。下バーへの倒立も見事に決まりました。フィニッシュです。前方に抱え込みの宙返りで2分の1ひねったんですが、はい、実はこの折り技が C 難度ということで、今日はあの最終末技が D 難度以上ということなので 0.2 の減点がなされてしまうんですよ。種目別の大会はちょっと難しい技で降りなければいけないということなんですね。はい、あの実際にはこの選手もっと大技を持ってるんですが、今回はまあ無難にまとめてきたと思います。
この D 難度の技をやらなかったことで減点ですね、はい、ただし D 難度が定着していない場合はもっと大きな失敗になる可能性もありますから、今日は安全策を取ったんじゃないですか。はい、勝ち点は10点満点にならなくて、ね、そうですね、少なくともその 0.2 の減点がなされますから、はい、9.8 からの採点になると思います。はい、ハンガリーのアドリエム・バルガ、男子選手にもなかなか人気があるようですね。はい、非常に高さのある眼中返りでしたね。ここで持ち替えていました。バルガの得点伸びません。 8.775 でした。赤羽さん注目の選手、アメリカの17歳ジャネット・アントリンです。この種目は得意な種目です。はい、非常に力強い演技をする選手ですね。車輪のスピードもあります。ここで1回ひねって大阪手車輪ですね。はい、非常にキレのいい演技をする選手だと思います。折りも宙返りにダブル宙返りに1回ひねりを加えた E 難度で折りました。アメリカのジャネット・アントリン17歳、この種目が得意な選手の演技をご覧いただきました。持ち方、順手、逆手、大阪手っていろいろありますね、はい、その握り方によって難度が違うんですか。そうですね、まず、ちょっとバンザイをしていただいて、手のひらが前に向きますね。それで握った状態を順手と言います、はい、それから手前の方に手のひらを向けた状態でぶる下がる、これが懸垂指示になると逆手です。でさらに大阪手というのは、内側に肩を内転させる、そしてぶる下がる、それでひねったりするとまた勝ち点が変わってくるんですね。肩が柔らかくないと持てませんね、女子の場合比較的肩の柔軟性がある選手がこの技を多くやってますね、はい、それから比較的高い難度が得られるので、最近はこの傾向が非常に強くなってきてますね。でこの選手も非常に肩が柔らかいので、逆手なのか大逆手なのかちょっと判断がしにくい部分もありますけれども、非常に難しい組み合わせをしてました。アントリンの得点は 9.450 と出ました。なかなかいい演技でした。アメリカのジャネット・アントリン。次はオーストラリアの選手です。ジーナ・マクロクリン17歳です。この種目は得意な種目です。で車輪から1回ひねって、さらにもう一度ひねって肩大逆手になりました。そしてすぐに屈伸のイエガー宙返り、このあたりは D 難度の連続です。車輪の1回ひねりからもう一度ツイストをして前方の抱え込みダブル、ぐぐちひねり、見事に決まりました。はい、オーストラリアのナショナルチャンピオン、ジーナ・マクロクリンの演技でした。片方の手だけ持ち替えるということもあるんですね。そうですね、段違い平行棒が得意だというだけあって、かなり難しい組み合わせがふんだんに見られました。この演技は1つの E と4つの D、2つの C、はい、今数えてみたところではそれぐらいの構成がされてましたね。そうすると勝ち点もこれは10点満点から採点されていると思います。はい、シドニーオリンピックでは中心になる選手だと思われますね。そうですね、プライベートではスパゲッティのボロネーゼとアイスクリームが大好きだというオーストラリアのジーナ・マクロクリンでした。
得点は 9.400 でした。こうやって椅子に座って得点を待つというのはなかなかないですよね。面白い試みですね。いつこの場所を離れているのかちょっと戸惑っているようです。 9.400 オーストラリアのジーナ・マクルクリンの点数でした。続いてはルーマニアの選手アマナールです。この選手も難しい技の連続です。倒立1回ひねりからすぐにトカチェフ、これも D 難度の連続でした。今度はバーを内側から外側、外側から内側に向かってと非常に目まぐるしく変わりますね、はい、非常に演技構成としては変化に富んだ構成をしていると言えるでしょうね。決めました。最後は伸身のダブルでしたね。シモナ・アマナール19歳ルーマニアの選手の演技でした。なかなか良かったですね、はい、非常にスピードがあって移動するのが非常に目まぐるしかったんですけれども、かなり高い難度の技で構成されてましたね。最近プロテクターの代わりにこうやって布を巻いて、手の皮が剥けるのを防いでいる選手が多いですね。手の皮が剥けるのを防いでるんですか、滑り止めかと思ってました。それも役割もあると思います、あるいは引っ掛けたり、アマナールの得点 9.525 でした。5人終わってここまでのトップがアマナール 9.525、 続いてアントリンの 9.450 です。この選手は自分の名前のついた技を持っているんですよ、はい、ウクライナのテスレンコです。ここですね、シュタルダー倒立から2分の1ひねって大阪手持ち替え、そしてすぐにイエーガー、もう一度大阪手に持ち替えて2分の1ひねり、今度は銀河宙返りです。あっ、落下してしまいました。ウクライナのテスレンコ、この種目得意なんですけれども、そうですね、そのシーンです、はい、ちょっと指だけが引っかかって、完全に持ちきれなかったようですね。演技は続きますけれども、はい、後半ですね。は見事に決まりました。ウクライナのテスレンコ17歳の演技でした。彼女の名前のついた D 難度の技も見せてくれたんですけれども、はい、その後落下がありましたね。残念でしたね。非常にこの大阪手からの回転が非常に得意なようですね、はい、この大会の1週間前98年の中日カップで来日していまして、この種目は1位になった選手です。得点出ました 8.975 でした。落下で 0.5 の減点がありましたものね、はい、そうなるといろいろな技のね、技術的な欠点も同時に引かれますから、ただ単に落下したというだけではない減点がやはり含まれますね、この種目の女王ホルキナ登場です。ロシアのスベトラーナ・ホルキナ19歳です。この直前のアルトゥロ・ガンダーメモリアルでは珍しく落下がありましたけれども、今日はどうでしょうか。この選手は流れるような演技をする選手ですから、その美しさをよく見てください。そして独特の技ですよね、はい、非常に難しい技がふんだんに入っているんですけれども、本当に綺麗に見せてくれる選手なんですね、はい、
モシュタルザー倒立の1回ひねりから車輪の1回半ひねって飛び越し、これがホルキナ飛び越しと言われているものなんです。でもう一度今度は飛びからの1回半下側に移って、ここもオリジナルの技ですね、ここで前回の試合は落ちてしまったんですよね、はい、秋もありましたね、ロシアのスベトラーナ・ホルキナ19歳、96年のアトランタオリンピックこの種目金メダルでした。前回のグラスゴーの大会でも 9.800 の高得点で優勝しています。このあたりは非常に難しい組み合わせなんですけれども、安定してますね。伸ばした足も綺麗ですね、同じことをやっても本当に綺麗な線が出る選手ですから、本人もそういうところをよく見せてくれますね、このように膝が絶対開かないで最後まで足をくっつけて着地まで持ち込んでます。じゃあ今日も高得点が期待されますね、わずかに着地の時に小さな飛びが見えた程度ですからね、あの飛びも減点になるんですね、0.05 ぐらいですね、得点は 9.725 が出ました。ホルキナトップです 9.725、 2位がアマナールで 9.525 と続いています。ウズベキスタンのチソビチナです、23歳、現在のグランプリランキング1位はダントツでもうホルキナなんですが、2位がこのチソビチナです。段違い平行棒は高いバーと 下のバーですね、低いバーとの間を3回最低移動しなくてはいけないという規則もあります、それから B 以上の離れ技を2つ、それから180度以上のひねりの技を入れなくてはいけない、そういうものが種目の特別要求と言われるものですね。1回ひねってすぐにトカチェフ、このような技なんですけれども、1回ひねりから今度は下バーに飛び越しですね、こういう技でまず棒の移動をするということ、最後ムーンサルトを車輪の1回ひねりから組み合わせてやってます、そうすると加点が得られる、ということですね、ウズベキスタンのオクサナ・チソフィチナの演技でした。大きな減点もなくて非常に良かったと思います。こうしてちょっと手を離してまた握り替えてるんですね、飛んで再びバーの上に倒立になるというのは非常に難しい技なんですけれども、非常に安定してましたね。審判団が映ってますが、現在6人、6名の審判の、中中間4名の平均点で決定点が出ます、得点は 9.400 でした。では段違い平行棒の結果です。1位ホルキナ 9.725、 2位がルーマニアのアマナール 9.525、 この2人で優勝決定戦を争うことになりました。ダイソーグランプリシリーズチューリッヒ大会女子段違い平行棒の優勝決定戦です。解説は赤羽彩子さんです。赤羽さん、どんなところが見どころになりそうですか。そうですね、もうこの2人の選手は勝ち点も10点満点ですし、いかに着地まできちっとまとめられるかの勝負だと思います、ロシアのホルキナ、ルーマニアのアマナールの間で争われます。まずルーマニアの19歳アマナールの演技から始まります。
このグランプリシリーズの優勝決定戦の場合、1人が終わっても得点はすぐには出ないんですね、はい、2人の演技が終わってから椅子に座って待って出てくるということになります。観客も本人たちもドキドキして待ってるわけですね。ファンファーレが鳴りました。いよいよ始まります。場内ではアマーナールが紹介されました。すぐに1回ひねり、これは D 技ですね。それからトカジェフ、これも D 難度です。いきなり加点のつくシリーズですね。車輪の1回半ひねりからすぐにイエーバー、下場を飛び越して、これを何を持ってくるか。先ほどと同じ伸身宙返りでした、はい、着地を決めました。ルーマニアの19歳、シモナ・アマナール。この辺りで争う選手ともなると、ほとんど大きな失敗は当然ないし、それから細かいミスですね、そういうものもほとんど見受けられませんよね。そうすると分かりにくい部分での減点、そうですね、こうやってスローを見ると多少つま先が最後まで伸びていなかったりとか、それから膝が緩んでいたりとかという小さな欠点は見つけることができるんですね。ところが実際に動いているときにそれを減点していくのは非常に大変なことだと思います。はい、ジャッジの方大変ですね。はい、ただ体を伸ばして最後まで2回回りますから、やはり高さが必要になってくるわけですよね。そしてロシアのホルキナです。入念に滑り止めを手につけます。こういうところで精神統一したりとかもするんですか。そうですね、なんか月が悪かったりすると嫌だなとか、うまく乗ってるなとか。あ、なるほどね。やり方は一緒ですね。同じように D 難度の連続になりますね。ただこの選手は自分のオリジナルな技が2つ入っていますから、はい、ここまでいいですよ。これもオリジナル技ですね、はい、非常に落ち着いてやってますね。決めてきました。最後の片手を見た仕草を見ていますと、うん、自分の勝利を確信しているような感じがしましたね。そうですね、優勝決定戦の方が非常にいい演技だったと思います、このグランプリシリーズでは決勝で1位になってももう一回優勝決定戦というものがありますからね、非常にハードな試合だと思いますよ。そうですね、ただヨーロッパのトップレベルの選手はこういう試合を数々こなして実力をつけているようですね、やっぱりその試合の期間もこう間を空けずに次の試合に出てくる選手が多いですよね、タフでなければできませんね、練習はいつやっているのかしらというくらいに試合にたくさん出てきます。これは折り技ですね、はい、もう足の乱れが全くないですね、はい、その決勝でちょっと飛んでしまった部分をここで修正してきたんですよね、はい、この選手の表情を見るとかなり自信があるようですね。私よみたいな感じがしますね。もうファンサービスも欠かせませんね、はい、そして椅子に座って決定を待つ2人です。椅子が上がってきました。
この上がり方は微妙ですね。雨なども今上がってます。あ、ここからホルキナが来ました、はい、やっぱりというか、そうですね、優勝はロシアのホルキナです。花束に負けないだけの艶やかさがありますね、この選手は。そうですね、アマナールの演技も良かったんですけれどもね、はい、振り返っていかがでしたか。まあ、やはりあの演技の内容もそうですけれども、着地まできちっと決めたホルキナがやはり良かったんでしょうね、はい、得点は 9.825 がホルキナ、アマナールは 9.500 でした。女子の解説は日本体操協会競技委員会女子強化部長の赤羽彩子さんでした。赤羽さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。女子跳馬の4種目をご覧いただきます。まず女子のゆかからご覧いただきましょう。女子の解説は日本体操協会競技委員会女子強化部長の赤羽彩子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この女子のゆか、男子と同じゆかを使っているんですよね。はい、12メーター四方なんですけれども、はい、あの男子と違うところは音楽がついてますね。そうですね、はい、この体操の種目の中で唯一音楽が使えるという競技ですね、はい、ですからそれに合わせて振り付けをしたり、はい、いろいろなまあ要素が入ってますね。女子ゆかの参加選手8人です。赤羽さんの注目している選手は誰になりますか。やはり表現力のホルキナ選手、はい、それから今回はあの若い選手がロシアの選手出てきてますね、はい、ザモロチコバ、ロシアの16歳も出場します。最初はスイスの14歳バルツです。ゆかのスイスのナショナルチャンピオン、私はあの体操系の要素で入りましたね。これは D 難度でした。テンポから2回半ひねり、ラインオーバーがありましたね、はい、ラインを踏み越すとその都度 0.1 の減点がされます、はい、その都度です、はい、なんか可愛らしい選手ですね、あのこのように地元開催の時にあの地元の選手がこういう機会を与えられるというのは非常にいいことだと思いますね、本当にこういった大会はトップレベルの選手たちが出てきますからね。はい、屈伸のダブル宙返り、これも D 難度です。やはりあの年齢に合わせたあの振り付けとか音楽を選んでますね、はい、このように体操系の組み合わせのシリーズ、それからアクロバット系、あの回転ですね、はい、アクロバット系のシリーズ、そういうものを含んでいなければいけない。そしてこのように前の宙返り、後ろの宙返り、こういうものが一つのシリーズの中に含まれていなければいけないんですね、はい、そうしたところが特別要求ということになるんですね。スイスの14歳バルツの演技でした。勝ち点としてはどのくらいになりますかね。10点満点には満たない感じですね。はい、あの多分週末技のシリーズも D 難度以上のものでは終わっていませんでしたし、それから組み合わせの加点がちょっと少なかったように思いますね、ですから大きな失敗がなくても点数が少し低いのはどうしてかなというのはこういうからくりがあったんですね。8.000 でした。さあ注目選手の一人、ロシアの16歳ザモロチコワです。98年のワールドユース大会ではこの種目銀メダルでした。ですね、はい、後方ダブルに2回ひねり加えてますね。
それからここのシリーズもすごいですね。今何回ひねりましたか？3回ひねりました。そうですね。その前に前方の伸身の1回ひねりからシリーズでやりましたよ。ジャンプ力のある選手です。ロシアの新兵器というかマリオフェイスですね。そうですね。今年からナショナルチームに入ってきたという選手です。すぐに前宙、はい、あの3つの宙返りも組み合わせましたね。直接的に、まあ、宙返りが組み合わせたそういう加点がここでは一気に 0.2 取れました。音楽は小僧の行進をアレンジしたものですね。なかなか面白い振り付けしてますね。最後もモンサルトで終わりましたね。そうでしたね。体力もあります、はい、ロシアのザモルチコワの演技でした。なかなか高難度の技がたくさん出てきましたね。はい、やはり若い選手の特徴で最後まで衰えがない、ね、スピードにまず衰えがないですね。それからタンブリングの高さが最後まで変わらない、若さあふれる演技という感じでしたね、はい、ロシアなんかですとね、トレーニングでだいたい15、6歳までの間に一番難しい組み合わせをすべてもう習得をして、そこからあと年齢が上がるに従って、まあ、熟練性を増すというようにトレーニングをしているようですね。そうすると彼女はもうほとんど身につけてしまっている状態ですね。得点は 9.650 が出ました。最後のモンサルトも見事でしたね、はい、ロシアの新鋭ザモロチコワの演技でした。ルーマニアのアマナールの演技が始まっています。この選手も非常に高さのあるタンブリングが特徴ですね。加点が取れるシリーズですね。非常にひねりが正確で、しかも高いところで終わっているという選手のいいところですね。アクセントになってきました。踏み越しになりました。珍しい失敗ですね、はい、ルーマニアの19歳シモナ・アマナールの演技でした。最後後方の屈伸宙返りダブルだったんですけれども、この選手は非常に着地が安定しているので、まず2歩後ろに下がってしまって、しかも飛び出てしまったというのは珍しい失敗だと思います。ここのシリーズは2回半ひねりからすぐに屈伸の前宙ですね。最後のシリーズですかね。そうですね、はい、高さのある後方の屈伸ダブルでしたが、はい、ちょっと着地を2歩出て、はい、この足がラインを踏み越えてしまったんですね。そうですね、はい、そうすると余分な D というようなこともつかなくなってしまいますね。減点がまず 0.1、はい、それから2歩後ろに下がりましたから、全部で 0.3 ここで引かれてしまいます。得点は 9.425 でした。引かれてもこの得点は出ましたね、はい、それだけにちょっと残念な感じがしますね。
ロシアの18歳プロドノワです。この選手は前方系が非常に得意な選手で、はい、前方に2回抱え込みのダブル宙返りを2回入れてます。はい、練習大好き、試合大好き、体操大好きな選手です。ですね、しかもすぐに前宙組み合いましたね。 E 難度と A の技を直接的に組み合わせて 0.2 の加点が取れました。音楽はチモイネルガイです。それをアレンジしたものです。後方の伸身宙返り2回半から、またラインは、ね、ちょっと今日は多いですね、ここから曲調が変わって単語ですね。この選手はジャンプでも非常に高さがあって、そして、180度以上開脚を要求されている以上のものをきちっとやってますね。ジャンプでこういうことが起こるっていうのはちょっと考えられないことなんですけれども、平行棒でも言いましたけれども、この選手は技の後始末、そういうところが課題ですね。ちょっと雑になってしまうんですね、はい、ロシアのプロゴノワの演技でした。非常に特徴的な技を持っているだけに、はい、ああいうところでミスを犯してしまうとこの選手の良さが、ね、消えてしまうので、そうですね、もったいないですね、はい、この床の下にはバネが入っているんですね、はい、ですから技の傾向も着地をしたらすぐに直ちにまたジャンプをして宙返りをしたり、こう弾みをこううまく利用したような組み合わせが非常に多くなってきてますね。そのバネというのはぴょんぴょん跳ねるわけではないんですよね。これは自分の体をちゃんと締めていないとそのバネもきちっと体に伝わらないんですね、そのためのトレーニングは非常に大事です。プロドノワの得点が出ました。 8.875、 やはり伸びませんでした。ロシアのホルキネです。19歳、現在グランプリランキングでこの種目1位です。この表情見てください。3回ひねりです。はい、ひねったか合計して数えてみるのも面白いと思いますけれども、ここも1回半ひねりの連続ですね、はい、そうすると今のが1回半かける2で3回転ですね、はい、3ひねりですか。ジャンプ系もアクロバット系も非常にひねりをふんだんに入れています。そしてこのつなぎのところでのいろいろな表情がくるくると変わる、変化ですね。これを見てもらいたいと思います。床ではこの4つのコーナー全てのところに行き着かなければいけないんですね、はい、最後も加点のつくシリーズで終わってますね。そしてひねりを使ってきましたよね、見せる演技、ロシアのホルキネでした。今回ロシアの選手3名床出てきてますけれども、はい、それぞれがみんな違った個性を持ってて面白いですね、そうですね、
現在ホルキナはグランプリランキング1位なんですが、ホルキナの尊敬する選手ボギンスカヤ選手が、彼女はホルキナはちょっと床には難があるわねなんて言ってるんですね。というのは彼女は背が高くて、それがゆえにパワー不足だというんですけれども、それはもう本人はカバーしてますよね。そうですね、十分に。このそれを知った上で、はい、自分の特徴は何であるかをきちっと構成で表現してますよね。そういうことをやはり考えつく本人と、それからコーチが素晴らしいんだと思います。はい、得点が出ました。 9.575 です。現在ザモロチコは 9.650 がトップです。ホルキネはそれに続く2位、 9.575 でした。ウズベキスタンの選手です。オクサナ・チュソビチナ、23歳、去年のクリスマスイブに結婚した選手です。もうベテランですね。はい、でも長い間トップを維持してますよね。はい、相当努力してるんだと思います。曲はニューヨークのミュージカルの音楽、オペラ座の怪人です。最初に新進ダブルですね。これは E 難度ですか、B 難度ですか。これは E です。ベテラン選手になると普通はこう技を落として熟練性で勝負してくるのが常なんですけれども、この選手は本当に立派だと思いますね。新たな挑戦をしてきているという選手。中ひねりから前中、もともと非常にパワフルな選手だったんですけれども、それを維持しながらずっと長い間競技生活をやるという努力は本当に見事だと思います。彼女は将来はコーチになってオリンピック選手を育てたいと思っているようですね。そのためにもこういう試合でいろいろ経験していってほしいですね。ウズベキスタンのオクサナ・チュソビチナの演技でした。これ最初の、そうですね、リリーですね。はい、体を伸ばして2回回ってますね。伸身のタブル、はい、根元です。ここはひねり技、即前中。得点は 9.250 でした。さあ、それでは女子のゆかの結果です。1位はロシアのザモロチコワ 9.650、 2位が 9.575 のホルキナです。この結果、女子ゆかの優勝決定戦、ロシア勢同士の対決となりました。ザモロチコワとホルキナの勝負です。まずホルキナから演技が始まります。2人の演技が終わるまで得点は出ない仕組みになっています。ロシアの19歳、スベトラーナ・ホルキナ。ゆかは彼女にとってはちょっときつい種目だと思うんですけれども、頑張ってほしいですね。ラインはギリギリでしたか。ちょっと今飛び越えたように見えましたけれども、
初にこういった失敗をしてしまった場合のあとどう立て直してくるかですね、はい、ただここの勝負になりますとね、はい、こういう 0.1 でも本当に優勝からは落ちてしまうというねことを知ってますから、多分最初気合が入りすぎて大きく後ろに一歩出る勢いでやっちゃったんじゃないでしょうかね、そういう点難しいですね、勢いがつきすぎてもいけないですね、時と比べるとちょっと元気が表情に元気がないような感じになりましたよね。ロシアの19歳のベトラーナの力がないんでした。本人もよく分かっているような表情ですね。最初のシリーズでしょうか。そうですね、かなり勢いもあって高さもあってひねり切ってここですね、はい、やはり勢いが余ってますね。あ、ギリギリでしょうかね。ラインは踏んでもいいんですよね、はい、ライン上までは減点ないです、はい、非常に微妙なところですね、はい、ここが2本目のシリーズ。見方によってはこの選手はちょっとひねりの系統に偏った構成というふうなことも言われる場合もありますね、ただ床の場合はね、どれだけ難しいことをやればいいのか、こういう芸術的な要素、それから表現力、音楽との一致、こういうことをやはり評価してもらいたいと私は思います。せっかく音楽のついている種目ですからね、そしてロシアのエレナ・ザモロチコワが出てきました。16歳です。ね、わ、決めました。見事です。高いですね、この選手は2回目であろうと高さも何も変わりませんね、かなり練習量をしているという感じですよね。女子の種目の中で一番ハードなのはやっぱり床になりますか。そうですね、いろいろな要素が盛り込まれていますから、ここも決まりましたね。着地も本当に綺麗に決めてきますね、はい、他の種目と違ってやはりリズムが変わったりタムリングをいくつ入れるか、それから体操系のものが要求されたり、かなり女子の床というのはハードだと思いますね。しかも表現ということではあまり疲れた顔を見せてはいけないし、そうですね、ロシアのエレナ・ザモロチコワの演技でした。トルキナの拍手、いい出来でしたね、はい、やはりこれだけふんだんに難しい技を決められてしまえばね、ちょっとトルキナ選手は分が悪いですね。場内からの大きな拍手ですね。
助走も全速力で走っていきますね。場内ではファンファーレが鳴りました。結果発表です。右手がホルキナ、左がサモロチコワです。これから椅子が上がっていきます。あ、もうホルキナ話してますね。イエーイ。サモロチコワ優勝です。好きな種目はゆかと跳馬というサモロチコワ16歳、見事な優勝でしたね。はい、実力をいかんなく発揮したという感じですね。じゃあこれでロシア勢女子の優勝は2人目になりました。女子のゆかザモロチコワの優勝です。まあ、ホルキナがお姉さん格なんでしょうね。ゆかの種目振り返っていかがでしたか。98年の体操のグランプリシリーズチューリッヒ大会、再び女子の種目です。女子の解説は日本体操協会競技委員会女子強化部長の赤羽彩子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子の跳馬です。この跳馬というのは横長に置かれた1メートル20センチの馬を飛び越えるという種目です。まず女子の跳馬に出場する選手が出ています。8人の選手がエントリーしています。注目選手はアマナール、はい、サモロチコワ、はい、アマナールこの種目強いですもんね。最初の演技者はウズベキスタンの選手です。バフリディノは17歳です。女子の跳馬も男子と同じようにその跳躍番号というのを先に示さなければいけないんですね。はい、何を飛びますよというのを飛ぶ前に申告しなくてはいけません。1本目です。屈伸の前方宙返り2分の1ひねりでした。こういう技にそれぞれ番号がついているということなんですよね。はい、ちょうどあの助走をしている後ろ側に番号表示が見えるんですけれども、はい、あの2番という今見えてきました。今次の番号ですから今後ろにありますね、はい、あの2の405というのがこの飛び方なんですね。跳馬はグループが1から4まであります。そして種目別は違ったグループから1本ずつ飛ばなくてはなりません。そうするとその数字にそれが表されているということですね。はい、1本目は 9.150 でした。2本目です。これは 前半に2分の1ひねって跳馬に倒立になります。それからまた2分の1ひねって前方に伸身の宙返りをした飛び方ですね。これはあの3グループということで塚原系の技なんです。はい、ちょっと後半に体の伸びが足りなかったように思いますが、まずまとめましたね。そのグループ分けというのはその手をつくまでの間の姿勢のことで、はい、それとあと宙返りの系統によって分かれているんですけれども、4つのグループに分かれています。2本目が 9.200、 決定点は 9.175 でした。ドイツのケビツです。16歳、予選は 9.350 で2位でした。決めてきましたね。はい、これはあの前方の伸身宙返り2分の1ひねりを加えてますね。はい、かなりあの勝ち点が高い。これは 9.90 の勝ち点の飛び方ですね。着地も見事です。
ついて伸身で前方に宙返りをして2分の1になります。はい、そして着地が動きませんでした。はい、この直前のアルトゥーロ・バンダーメモリアルではこの種目優勝しましたケビッツです。1本目 9.550 が出ました。いいですよ。今度はわずかに動きましたね。はい、これも発点が 9.80 の飛び方ですね。はい、先ほどのバフリーローマのやった、まあ、飛び方と同じなんですけれども、この選手の方が少し出来が良かったように思います。はい、2本目は 9.350、 決定点は 9.450 です。現時点でトップケビッツ 9.450 です。そして注目選手が出てきました。ルーマニアのアマナール、19歳です。97年の世界選手権でこの種目1位、アトランタでも金メダルを取りました。また見えてきましたね。はい、この横の8点は、はい、これは 9.90 満点ですね。はい、これは第4グループでロンダード系の入りですね。はい、ただし蹴るときに馬に背中を向けて入りますから、かなり勇気のいる技なんですけれども、非常に安定してますね。ロンダートという姿勢からこう飛んでくるのは、80年代に旧ソビエトのユルチェンコ選手が、ね、ユルチェンコ飛びとも呼ばれています。そうですね。1本目の得点は 9.550 でした。はい、これも第3グループからの飛び方です。この種目に自信を持っているアマナールです。先ほどやった選手と比べると、やはり前半の足の乱れが見えませんよね。そういうところはさすがだと思います。はい、得点2本目が 9.400、 平均では 9.475、 現在のトップがアマナールになりました。ハンガリーのバルガです。現在のこの種目のグランプリランキング1位の選手です。はい、この選手は非常にスケールが大きくて、はい、まあ、他の選手と比べると飛躍距離、それから高さが非常にいいんですね。その距離も出た方がいいんですね。はい、そして高さも非常にありますね。見てみましょう。はい、この後高く飛び上がってますね。はい、かなり高さがありますね。周り終わってからも余裕がありますね。そうすると着地も楽になってくるということですね。はい、では走ってくるスピードと、それから手で飛ぶという技術も非常に要求されますね。そうするとこの選手は非常にこうやって高いところで飛べるわけですね。得点は 9.475 でした。同じ勝ち点の飛び方をした場合は、どれだけ高く、それから姿勢欠点なく高いところで着地が動かないでできたかということで評価が決まりますね。はい、次の番号の飛び方はこの選手が、とあと世界では本当に少ないんですけれども、この選手かなり得意にしている技ですね。点は 9.9 です。はい、よかったですね。はい、前方に宙返りをして1回半ひねって立つという、非常に高さがありました。
ンガリーのバルガ。これはやはり前方の宙返りがどれぐらい高いところでできるかというのが一つポイントですね。あのひねりの時期があまり早すぎるとひねり切らないで回転をしないで落ちてきてしまいますから、今日は非常にそのあたりが良かったと思います。ここですね。高いですね、はい、ちゃんと軸を作ってからひねってますね。得点出ました。2本目が 9.550、 平均が 9.512、 この得点が決定点です、はい、現在の1位はバルガになりました。 9.512 です。もう一人注目選手です。16歳のザモフチコワ、ロシアの選手です。跳びの1回ひねりですね。1回半ですね。1回半ひねってるんですね、はい、今ロングの走ってきている映像も遠くから映してましたけど、かなり助走も早く走らないといけないんですよね、はい、前半に2分の1ひねって手をついて、はい、後半に半、はい、ですね。しかも体を伸ばしたままひねります。得点は 9.575 でした。今度はロンダードからの2回ひねりですね、はい。床でもジャンプ力のあるところを見せてきました。跳馬でも見せますね。あの脚力が非常にあるのとスピードがすごいですね。それからやはり体が小さいことを生かした跳び方だと思います、今回の跳馬の決勝戦はかなり高いレベルでの戦いですね。あのほとんどの選手が 9.8 満点、 9.90 満点の飛び方を持ってきてますから、はい、2本目は 9.475、 そして決定点は 9.525、 この時点でトップになりました。ザモロチコは 9.525 トップです。女子の跳馬の結果です。ザモロチコは 9.525、 そしてハンガリーのバルガ 9.512、 この2人がこの後優勝決定戦で戦うことになりました。ハイレベルの戦いだったんですけれども、この後の優勝決定戦においては1回のみの跳躍になるんですね、はい、ですから得意な方ですね、あるいは価値点の高いものを挑戦してくると思いますね、はい、そうするとこのバルガはどんな飛び方してきますかね。やはり価値点の高い前方の宙返り1回半ひねりでしょうね、はい。Es beginnt wieder jene Turnerin, welche im Finale sowohl am ersten als auch gerecht musste. Wir können hier mit dem Dreifuß beginnen haben mit der Europameisterin aus Ungarn, Adrienne Varga. 場内でバルガが紹介されました。この笑顔が魅力的なんですね。本人も満足です。この一本の跳躍のみ、かなり集中力が要求されますね。高さもあって非常に良かったですね。決勝の時よりいい。そうですね。こういう大きい選手があのひねりの軸がね、何回もやるっていうのは大変なんですよね。
しかし、あの画面からはみ出すほど高さがありましたね。まあ、満足のいく出来だったと思いますよ。2人の演技が終わるまで得点は出ません。ザモロチコワです。はい、伸身の塚原1回半ひねりで来ましたね。着地止めてきました。はい、どうでしょう。そうですね、勝ち点も同じだし、ただやはりこうやって着地を決めてしまうと、そういう点数がそちらの方に有利に働くでしょうね。ただあの跳馬の飛躍距離とか高さとかという点では私はバルガの方が一つ上じゃないかと思うんですけれども、確かに高さありましたね。はい、このレオタードも素敵ですね。はい、結果を待つ2人です。これも接戦ですよね。はい、どちらに勝ってもおかしくありません。あ、バルガが上がっています。ここで止まってしまいました。優勝はロシアのザモロチコワです。得点が 9.650 でした。そして惜しくも敗れましたバルガ、得点が 9.625 ですね。 0.025 の差でした。そうするとバルガがあの着地ほんのちょっとだけ動いたというところがこの差になったんでしょうね。なかなかハイレベルな戦いでしたね。振り返っていかがでしたか。まあやはり跳馬も新しいスターが誕生という感じでしたね。高さが元に戻ります。女子跳馬の優勝決定戦、優勝はザモロチコワでした。4点ありますから、その部分重要ですね。はい、では女子の平均台ご覧いただきます。この平均台幅はわずかに10センチです。高さは1メートル20センチ、長さ5メートルです。出場選手です。ご覧の8人の選手です。赤羽さんが注目している選手はどの選手ですか。テスレンコ、はい、プロドノワ、はい、このあたりですね。はい、ウクライナとロシアの選手を挙げていただきました。平均台は1分10秒から1分30秒までの中で演技を行わなければいけません。はい、それでもし落下した場合は10秒以内に上がって演技を続けなくてはいけないんですね。非常にあのその時間が短いですね。そうなんですね。まずスイスのマイバッハです。15歳の選手、平均台のナショナルチャンピオンです。あるいはロンダードから開脚の宙返りですね。交差ジャンプ、ウルフジャンプというんですね、次のジャンプ。はい、それにひねりを加えてます。平均台ではこのようにアクロバット系のシリーズ、はい、そしてジャンプ系、あるいは体操ターンを組み合わせたような体操系のシリーズ、そしてアクロバット系と体操系の、まあ、要素が組み合わさったミックスシリーズ、こういうものが入ってなくてはいけません。それから片足上での360度ターン、はい、あと平均台での、まあ、種目特有というとですね、あの胴体が台に触れたような運動、あるいは技、そういうものを入れなくてはいけないんですね。そうするとこういう立った状態ではない技を一つ入れないといけないということですね。はい、このように台をまたいだ状態、それはあの技からのものでもいいし、それからそういう動きでもどちらでもいいということですね。はい、そして週末技が D 難度以上、はい、
この選手は、まあ、伸身の前方の伸身宙返りの1回ひねりだったんですけど、これは C 難度の折り技なんですね、はい、ですから 0.2 の減点がされてしまいます、はい、そうすると勝ち点スタートバリューも、まあ、ちょっと低くなりますね。少なくとも10点満点からの採点はされません、はい、それからちょっと上がりの部分で宙返りが低かったですね、では台上での抱え込み前宙、はい、これも入れなければいけないんですか。これはですね、あの D 難度でその選手が得意なものをどうやって構成するかによりますから、はい、でも今非常に流行ってますね、平均台の上で、この折り技は C 難度の技でした。スイスの平均台のナショナルチャンピオンマイバッハの演技でした。得点を待ちます。なかなか得点が出ないこともありますよね。得点出ました。 8.525 です。そしてドイツのケビッツです。16歳。この選手入り技に注目してください。はい、ここですね。あの今ロイター板、踏切板に、を蹴る前に一つ運動しましたよね。そうでしたね、はい、あの跳馬などですとロンダードで入りますけれども、あの前方に、そうでした、はい、速報ではありませんでしたね、はい、前方にあの回転をしてからジャンプをするというのは非常に難しいんですね、まあ、世界で初めて見ましたね、はい、これは後転跳びから後方伸身宙返り。新しい技を作った場合に申請しなければいけないんですね、はい、ただしあのこの選手の場合はロイター板踏み切ってから台に上がるまでは抱え込みの前方宙返りですから、それ自体は新しい技ではないんですね、それを助けるための運動が前方から入ったということです。なるほど。このシリーズはうまく決まりましたね、はい、前方宙返りからでした。台に横向きで開脚のジャンプ、これは非常にあの横向きでバランスを取るというのは非常に難しいですね、ちょうど土踏まずのあたりが当たってしまいましたね、はい、はい、これは抱え込みダブルでした。決めてきました。ドイツの16歳ケビッツの演技でした。勝ち点は10点満点いきましたかね。そうですね、あの加点のところで 0.2 以上のミスがあると加点がされないんですね。ですからかなり実施を正確にしないと加点というのは取れない仕組みになってます。そうなんですか、はい、やればもらえるものではないんですね、はい、平均台の場合ですと、はい、台から落下しちゃった場合とか、はい、それからまあ、手をついてしまった、着地なんかですと尻餅をついたとか大きな欠点があったら当然加点はつきませんね。ただしあの我々でも見抜けないような、まあ、0.2 ってどのあたりまでなんだろうっていうところでちょっと難しいところがありますけれども、ベルリン生まれの16歳、カトリン・ケビッツでした。得点は 9.225 でした。アメリカの選手です。ジャネット・アントリン、17歳。3歳から体操を始めました、はい、ロンダードから伸身の宙返りですね。あの後転跳びに4分の3ひねりを加えた、いわゆるオメリアンチクという、オメリアンチク選手が初めて発表した技の名前がついています。足交差ジャンプからシソンヌ連続、そこから後方のシリーズ、はい、
3回もありました。それは往復で多分続けたかったんだと思いますけど、ちょっとジャンプから次へ行くところで途切れてしまいましたね。なるほど。もう非常にいいシリーズだと思います。それをもし続けているとまた加点があるわけですか。はい、ただジャンプが A 難度が2つ入ってましたから、少なくとも B 以上でやらなくては加点がつきませんね。難しいですね。非常にジャンプのさばきがスピーディーで高さもありますね。ぐらつきもありませんでした。さあフィニッシュです。後方屈伸のダブル宙返りです。はい、アメリカのジャネット・アントリンでした。先ほど赤羽さんの方から演技時間の70秒から90秒という演技時間の紹介ありましたが、これは床と同じ時間なんですね。はい、音楽があるのとないのとでは全然違う感じもしますけど、ですから自分の時間をどうやってというのはもうこれはトレーニングによって何秒ぐらいで動いているというのを知るしかないんですね。なるほど。その時間を測っているジャッジの人もいるということなんですね。はい、そうです。ただ1分20秒のところで1回チャイムが鳴ります。はい、そして30秒のところでチャイムが鳴りますから、20秒のところで選手は あと10秒しかないんだということが分かるようになっています。ああ、そうですか。先ほどそういえばポンというような音が鳴りましたね。はい、アントリーの得点です。 9.125 でした。ルーマニアのシモナ・アマナールです。19歳です。前方の抱え込みの宙返り上がりからすぐにジャンプに組み合わせました、ね、そのジャンプ高かったですね。はい、ルーマニアは伝統的に平均台が強いですから、ここのシリーズもいいですね。宙返りの連続ですね。同じルーマニアのジーナ・ゴジアンが引退を表明しました。今事実上はルーマニアチームを引っ張っていく存在ですね。そしてこのアマナールも98年いっぱいで引退をするかもしれないということをコーチが褒めさせたということなんですね。まだまだ十分戦える選手なのに。ですよね。一つ一つのポーズも本当に決まっています。これは連続から多分持っていくと思います。はい、来ましたね。はい、ルーマニアのシモナ・アマナール19歳の演技でした。最後のシリーズ3回飛んでなおかつフィニッシュの技、後転跳び、はい、片足の後転跳び、両足後転跳びから後方の抱え込みダブル宙返りにつなげてるんですね。ここは中のシリーズですけれども、ね、BCC という今難度の連続ですから、それは 0.2 の加点があります。私は床でしか見ることのできなかった運動がこの中に随分入ってますよね。そうですね。このぐらいの選手になると10センチの幅を感じさせないような演技が見られますよね。そうですね。得点は 9.600 が出ました。現在アマナール 9.600 がトップです。ウズベキスタンの23歳チュソビチナです。この上がり技がやはり D 難度なので非常に価値が高くて選手は
かなりこの技をやってますよね。はい、この大会は種目ごとに、まあ、この衣装というかレオタードを着替えて、そうですね、種目によって、まあ、違うものを着て出場してきますよね。それもちょっと面白い試みですよね。やっぱり芸術的な要素がたくさんありますからね、はい、見せる演技でなければなりません。それにはそのレオタードも一つの要素になってきます。先ほどのアマナール選手はこういうところを3つつながっているわけですよね、はい、そういうところでやはりこういう選手たちと差が落下です。落下は 0.5 の減点ですね、はい、しかもあの今シリーズで加点を取る組み合わせをしてましたからそれも消えてしまいますね、まあ、ジャンプでひねって台に横向きに着台をするというのは非常にバランスが取りにくいんですね、今の音ですね。はい、音が決まりましたね、はい、ウズベキスタンのチュソビチナの意味でした。このウズベキスタンのコーチクズネソバさんは、2人のお孫さんがいるんだそうですか。もう長くコーチされてますね。この選手、アキレス腱切って手術をした跡がありますね。そうでしたね、はい、それでもここまで復帰できるんですから立派ですよね。お分かりになるでしょうか、右足ですね、はい、かなり深い傷が見えました。ここが先ほどのシリーズでちょっと我慢できなくて落ちてしまいました、はい、選手に怪我はつきものなんですけれども大きな怪我をしてしまいますとね、かなり精神的にも強い選手なんだと思いますね。そうですね、はい、その後ここまで復帰してきているということは、ウズベキスタンのチュソビチナ落下が響きました。得点は8点台 8.725 でした。ロシアのホルキナです。彼女もレオタードを変えてきました、はい、組み合わせも非常に独創的な組み合わせでした、はい、近代にもひねり技がふんだんに入ってきます。そうですね、はい、回ひねりの後転飛びから抱え込みのジャンプ、こういうところでも加点がつきます。この選手は何気ないポーズをしても必ずこう絵になる、様になるというか、そうですね、写真をどうぞ撮ってくださいというような表情も見せてくれますしね、はい、ポーズシリーズもいいですね、今この選手独特のものを持ってますね、はい、はい、横に降りました。ロシアのホルキナの演技でした。側転からアオエルバッハで、まあ、片足を振り込んだ宙返りなんですけれども、足もちょっと分かれるんですね、はい、それでもあの両足で蹴った宙返りとほとんど高さ変わりませんよね。へー、ここは入りのシリーズですね。上がりロンダードから1回ひねって台に手をつく、はい、これは難しいところですね。そしてすぐに後転飛びから後方伸身宙返り、はい、連続技、はい、ここは DBC と続きまして 0.2 の加点が取れます、はい、ここもひねってるんですね、はい、ひねって台にローリングですね。またここでひねる形ですね、はい、そして胴体が台につくという運動の要求もここで満たしてますね、はい、
得点は 9.525 でした。現在アマナールがトップ 9.600、 それに次ぐ得点ホルキナ 9.525 でした。さあ注目選手です。ウクライナのテスレンコ、この平均台が得意です。ここも加点の取れる上がり方でしたね。そしてここの宙返りが落下です。見せ場だったんですけれどもね、はい、あの台にですね、横向きに蹴って横向きに着台をするという速報の宙返りだったんですけれども、その後は非常に落ち着いてやってますよ。随分精神的にタフでないとやっていられないんですね。そうですね、あの平均台はあの運動のバランスということだけではなくて精神的なバランスというのも要求されますから、はい、この選手もオトコパエバというあのビッグな選手がいたんですけれども、はい、ウクライナの、はい、その選手の後を継いで非常に今ウクライナの中心的な選手ですね、はい、この選手も折り技に連続技を持ってきて加点を取ってますね。ウクライナのテスレンコの演技でした。オルガ・テスレンコ、この1週間前、はい、日本に来ています。中日カップで来日しています。ここ落ちた足ですね。そうですね、頑張ったんですけどね、でも最後まで絶対落ちないぞっていう気持ちが大事だと思います。はい、これあの随分姿勢は乱れて頑張って残った場合というのは減点はかなりされるんですか。そうですね、でも落下するよりは減点は少ないです。そうですね、0.5 ですもんね、はい、ですからそこで簡単に諦めてしまう選手と最後まで粘る選手はいずれ差がつきますね。はい、得点は 9.000 でした。もう一人の注目選手、ロシアのプロドノバです。彼女は彼女の名前のついた技ありますね。はい、技が一つは注目するところですね。それから中技でもちょっと違った技が出てきますよ。ジャンプも高さがあります。後転跳びから後方のローリングにつなげてます。これは2分の1ひねって、はい、手をついて前方の回転になりますけれども、非常にあの台が後ろ向きに飛びますから見えにくいわけですよ ね。今のジャンプなんかも非常に工夫されてますね。さあ折り技です。勢いをつけて前方に2回回りましたね。そうでしたね、はい、あの床でもこの技ふんだんに使ってますけれども、ロシアの18歳プロドノバの演技でした。少し処理が雑だというようなことを言われたこのプロドノワでしたけれども、平均台はいかがですか。はい、あの平均台は割と、まあ、折りがちょっと大きく一歩出ましたけども、その他はうまくまとまったと思います。はい、平均台の上をこうやって助走しちゃうんですからすごいですよね、そして勢いをつけて2回前方に、
回ったんですけれども着地が決まりませんでした。予選は 9.650 で1位でした。プロドノは得点は 9.525 でした。そうしますと1位がアマーマール 9.600 に次ぐ得点になりますね。プロドノは 9.525 です。平均台の結果です。アマナール 9.600、 2位はプロドノは 9.525、 そしてホルキナも 9.525 なんですが、この場合タイブレイクルールで勝ち点の高い方が、上の順位になりますね。プロドノワの勝ち点は10点満点でした。アマナールとプロドノワ、この2人が優勝決定戦で争います。体操グランプリシリーズチューリッヒ大会女子最後の種目平均台の優勝決定戦です。赤羽さん、どういうところが見どころになりそうですか。そうですね、非常に難しい組み合わせを持ったアマナール、はい、そして力強い技を持ったプロノアの戦いですね。アマナールの演技が始まりました。どちらの選手も技の勝負という感じですね。はい、ここも決まりました。はい、後転跳びの連続。こういうターンを一つ入れなければいけないんですね。宙返りも高さがありますね。はい、交差ジャンプから抱え込んでからの、珍しい、落下ですね。でも珍しいですね、本当にこんなところで落ちるなんて。ああいう風にバランスを崩してしまうと、あの体勢から落ちてしまうんですね。いや、鉄棒のようにぶる下がることはできるんですけれども。なるほど。でもそこまで行ってしまうと、やはり落下と同じぐらいの減点がなされてしまうので、あっさりと諦めて次に立て直すというふうに切り替えたんじゃないでしょうか。ここですね、抱え込みから開いてローリングに持ち込んだ技だったんですけど、ね、ちょっとやはり正面から見ると軸がずれてる感じですね。はい、よくわかりますね。そして慌てて抑えたんですけど、ちょっと遅かったと。そうですね、これで上がる力がないとは思わないんですけれども、疲れていたんでしょうか。2つ目の演技ですものね。決勝に続いて優勝決定戦2回目の演技を行わなければならなかったアマナール。この選手4種目すべてにエントリーしてたんじゃないですか。そうですね、そういうことも決して影響がないとは思わないんですけれども、やはり4種目すべてやって2回演技をするというのはかなりのプレッシャーだと思いますね。そうですね。まずアマナールの演技が終わりました。椅子に座って結果を待ちます。ロシアのプロドノワです。エレナ・プロドノワ18歳です。この選手は国際にデビューしてから力を持ちながら大きなタイトルなかなか取ることができなかった選手なんですけれども、今日この平均台は十分チャンスが出てきましたね。そうですね、アマナールは落下がありました、はい、気合入ってますね。そうですね、はい、高い技術を持ちながらなかなかチャンスに恵まれない選手も多いんですよね。はい、特に団体戦ですとね、スター選手たくさん抱えている国いますから、はい、そこに隠れて浮かび上がってこないという選手が多いんですけれども、ここも決まりましたね。高さもあります。
がありますね、はい、少しぐらいの歪みは力で修正をしてしまうという、それもやはりトレーニングの賜物ですね。そうですね、練習が大好きというプロ殿は、はい、あ、今度は決めてきました。決まりましたね、はい、前方の2回宙返り、これでちょっと勝負は、見えましたね。そうですね、ロシアのプロドノワの演技でした。握手とキスを交わして座って結果を待ちます。難しい組み合わせをふんだんに取り入れて、しかも減点が少ない演技ができたんですね、そして折り技も折り技、はい、あの決勝の時よりも良かったですよね、男子のジャッジでしょうか、拍手してましたね動きませんでした、はい、久々に、まあ、笑顔が、これは会心の演技でしたね、はい、アマナールも拍手をしています。さあ椅子が上がってきました。ロシアのプロドノワ優勝です。まあ、これは当然の結果と言えますね、得点が 9.700 が出ました。いい得点です。そしてアマナールの得点、落下が響きました。 8.900 と伸びませんでした。女子、そして女子の種目を振り返りましょう。この大会は4種目すべてがロシア勢が優勝しました。赤間さん、いかがでしたか。まあ、あの新旧の交代の時期に来ているような感じもするんですけれども、あのロシアはベテランのホルキナ選手、それから18歳のプロドノワ選手、ここに若手のザモロジコワが加わってきたというのが非常に新しいこう、状態になってきているかなという感じですね、やっぱり層が厚いですね、はい、これで来年の世界選手権はこういう構成、まあ、メンバー構成でいくんじゃないかなということが伺えますね、で逆にルーマニアはあのアマナールあたり一人で頑張っていて、ちょっと若手がどういう風になっているかというのが分かりにくいんですけれども、はい、そのあたりの差が来年どう出るかちょっと楽しみですね、はい、それからあの優勝決定戦に絡んでくるような選手たちにはあのトップの国じゃなくてもかなりいろんな選手が挑戦してきているなという流れがよく分かりましたね、また来年の世界選手権楽しみになってきましたね、はい、19カ国57人。